皆様こんにちは。三内丸山遺跡の最新情報をお届けします。三内丸山遺跡では1992年から毎年発掘調査を継続して行っています。集落の全体像の解明や生活環境の復元を目的としています。今年度は遺跡を南北に分ける南の谷の両側で発掘調査を行いました。特に縄文時代の集落の広がりを調べました。調査の結果、南の谷北側では竪穴建物跡が新たに3棟見つかりました。いずれも今から5000年前から4200年前頃の縄文時代中期に作られていたことも分かってきました。竪穴建物跡の平面形は円形や卵型をしていて、屋内には暖を取るためや調理に使ったと考えられる炉の跡も見つかっています。南の谷の南側でも竪穴建物跡が見つかっており、来年度も継続して調査する予定です。さらに詳しい調査成果や今年度見つかった出土品は3月から開催予定の発掘調査速報30速報展2022で報告します。ぜひご覧ください。3月12日日曜日まで企画展三内丸山遺跡の埋葬を開催しています。この企画展では三内丸山遺跡の人々がどのように埋葬されていたのか紹介しています。三内丸山遺跡では大人の墓、環状排斥墓、子どもの墓の3種類の墓が確認されています。それぞれの墓の構造や墓地に着目しながら3種類の墓の特徴を分かりやすく説明します。また他にも青森県内出土の縄文時代の墓の副葬品も展示します。また新たに分かった三内丸山遺跡の出土品のミニ企画展も同時開催中です。理化学的分析や近年の整理作業等で新たに分かったことやこれまで公開していなかった出土品をご紹介します。企画展およびミニ企画展はどちらも3月12日日曜日まで開催しています。遺跡を含む常設展観覧料で観覧できますのでぜひご覧ください。4月からは特別展三内丸山と翡翠の開催を予定しています。青森県内では縄文時代の翡翠製品が多く出土しています。中でも三内丸山遺跡では58点もの翡翠製品や加工途中品、素材といったものが出土しました。翡翠は新潟県糸魚川市周辺でしか産出しないため、三内丸山遺跡にいた人々はそこから翡翠を手に入れ加工していたと考えられます。特別展では三内丸山遺跡や青森県内で出土した翡翠を展示し、形や加工技術、使い方に着目しながら鮮やかな色彩を持つ翡翠と本州最北に生きた縄文時代の人々との強い結びつきをご紹介します。展示以外にも遺跡内において環状排斥墓や大人の墓の立体表示や常設展示室サンマルミュージアムの一部展示会を行っていきます。今後順次公開していく予定です。2月4日5日に三内丸山縄文冬祭りを開催します。雪の中から土器や土偶を発掘する発掘広場など楽しいイベントが盛りだくさんです。祭り期間は遺跡を含む常設展観覧料が無料となります。ぜひこの機会にお越しください。また2月4日のみ夜の遺跡を楽しもうも開催します。冬祭りや夜の遺跡を楽しもうに関する各種イベント内容など詳細はホームページや SNS でご確認ください。三内丸山遺跡センターでは最新情報を随時 SNS でお伝えしています。ホームページと合わせてご覧ください。
世界遺産三内丸山遺跡や縄文時代の魅力を知っていただくための展示やイベントをご用意しておりますので、ぜひ三内丸山遺跡にお越しください。それでは三内丸山遺跡でお待ちしております。